ピンポン。いやー、最近暑くなってきたし、そろそろ洋服整理しなきゃな。肌が見える箇所も増えてくるし、いろいろ気をつけなきゃ。あれ、なんか二の腕が。いやー、あ、どうしたんですか、あかりちゃん。いや、最近ちょっと太ったかもな、と。最近眼鏡の度が合わなくてね。なんで話題そらしたん。でも見た目そんな変わらへんけど、どこ気になってるん。二の腕あたりとか、ほら、これから暖かくなって、半袖になる機会も増えてくるから、余計に気になって。でもそんな気にするレベルかな。確かに、二の腕周りプラス 0.8 センチくらいどうってことないですよ。なんだろう、うちより詳しいのやめてくれる。てか、やっぱり太ってるんかい。ああ、ダイエットするか。うむ、ダイエットの前に太った原因を特定した方がいいですね。それもそうやな。まあ、太る原因って言ったら大抵、食べ過ぎか運動不足のどちらかですけど。そうなん。じゃあ心当たりないなぁ。こいつらしか。ちなみに、毎日どのくらい食べてます？ん？大したことないで、1日5食くらいだと思う。米で言うと3キロくらい。キロ。3キロだと大体20号くらいですね。食いすぎだよ。そう、むしろ二の腕プラス 0.8 センチで様子だな。はい、あかりちゃんがこれから食事制限。死んじゃうわ。つらい。つらいよ。お腹すいたよ。あはは、頑張れ。食べてね。落ち着け、落ち着け。ででーん。光当てます。ああ、おいしい空気おいしい。うち、光から栄養作れるようになるんだ。あはは、行動性獲得したてくさき。落ち着け、落ち着け。シュシュシュ、シュシュシュ、ピコーン、ピコーン。どうしたんですか？これは、何や、空腹すぎて。Xボイスしか話せない体になってしまっています。なんだって。あ、限界超えててくさ。ガチの舌打ちやめてもらえます？どうやろ。あ、やりました。目の上でちょっと細くなってますよ。やったー。おめでとう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 。ありがとう。あれ、ゆかり、今日はお菓子食べないん？いや、ほら、ちょっとあれがあれなので。ナミ先生、もしかして、太っちゃったの？モードにかわり。で、食いすぎはちょっとダメな。あかり絶対ストップ。